ダースクールをご覧の皆さん、貞治八木です。テーマは世界にあふれている音楽を知るです。いい質問です。皆さん、前のステップを通して何をテーマに、音楽を作っていくか、いろいろイメージが湧いてきたんじゃないでしょうか。いろんな思いをもとに、音楽をですね、制作していく前に、一つみんなにですね、知っていてほしい音楽の話をしたいと思います。音楽で感情を表現する前に、何を聞くとどのような感情が心の中で呼び起こされるのかっていうのは、実は、聞く人によってまたいろいろと違うんですね。例えば、僕たちがこう春になったら、あちらこちらで耳にする桜、桜、すごく楽しくて、春の到来を感じさせる、綺麗な桜が、舞い散るようなものを想像しますが、例えば日本語がわかんない人が音楽を聞くと、悲しい音楽に聞こえてしまったりすることだってあるんですね。そこで今回はですね、僕の知っているいろんな世界の、違う音楽の表現、違う形で音楽を作っていく、違う形で感情が表されているものをちょっと紹介したいかなと思います。ピアノでも、ギターでも何でもいいんですが、みんなこう、ドレミファソラシドっていう、ドレミファソラシっていうこの7個の音で8つ目でまたドに戻るっていうのが基準になっていますが、日本の民謡など昔の音楽っていうのは実は5つの音で楽曲が作られているんですね。実はドレミファソラシドではなかったんですね。例えばピアノでもドとレの間に一つ黒い鍵盤があるのが思い浮かぶと思うんですが、黒鍵っていうところで、これは俗に言うドからレに上がる半分の音、半音って言われてるんですが、トルコなんかに行くとですね、この音が半分上がるんじゃなくて、そのさらに半分、4分の1、クォータートーンなんて言うんですけど、そういうものまで使って音楽を表現したりもしています。そういうとこもあるんですね。その土地の文化、その土地の人々の生活といったものがすごく音の響きと実はつながっているんですね。今あるものだけが全てではなくて、自分でいろんなものを吸収して学んでいくことができます。違うものが外の世界にはあるんだというのを知っておくことは、また表現していく上で一つ大きなプラスになるかなと思います。ここで質問です。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。